ミサ、じゃあこのままどんどん先進んでいこう。もうほぼほぼ強制イベント。会話イベントはもうほぼないに等しいから、あとはもう、噂しとったらあったし。まあ会話イベント少しでもやってきつつ、そんなあるわけじゃないはずやから、だって今更って話してもしゃあないからな。世間話。あ、なるほど。今年は雪、もう降らないのかな。それを言ったら、あの時のことを思い出してしまうやろ。こいつクソやろ。うん。ほら、なんかちょっと、感慨深くなっとる。そういえば、あの時も雪が降ってた。あの大きな木の下で、リナちゃんと口づけを交わした時も。また、降るといいのにね。うん。そうしたら俺はきっとその度にリナちゃんのことを思い出すだろうな。今の俺たちのことを考えると少し辛いけど、それでも多分また降るといいね。もう一度まるで自分だけに言うみたいにリナちゃんはつぶやいた。なんかさ、もう未練たらたらにさ、うわお、これは言っちゃダメだ、言っちゃダメだ、言っちゃダメだ。ゴー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 、逃げろ逃げろ、赤い雪から逃げろ。これはもうダメだな。もうこっからもうゴールに向かってひた走るだからわけだからな。あとパート 2,3 くらいかな。どうだろう、 2,3 どころじゃねえの。2くらいか、2か3くらいだな。起きた。雪の強制イベントよりもリナちゃんの通常会話イベントということで、多分恋愛の鍵が開くんじゃないかな。あ、世間話や。今日はひょっとしてずっとここで仕事してたの？え、朝からよ。ああ、それよかったかも。今日外すっごく寒いよ。本当？天気はいいんだけどさ、ちょっと風が強くてね。私ずっと建物の中だったから外の温度なんて全然気づかなかったわ。トウヤ君もこんな日に本当に大変ね。ここも駐車場がもう少し近いと楽なんだけれど。駐車場？ええ、風の強い日とか雨の日とかあの場所から歩かなきゃいけないから大変でしょ。いや俺車じゃないんだけど。あら、そうなの？うん、俺車持ってないから。そうだったの、私てっきり。いつも歩きだよ。雨の日とか風の日とかも？うん、あ、途中まで電車だけどね。へえ、すごいのね、トウヤ君って。え？別に俺そんなすごいことなんて。それじゃいつもトレーニングしているみたいなものでしょ。見た感じよりもすごくタフな人なのね。いや俺ただの徒歩通勤って言おうとしたけどやめた。せっかくリナちゃんに尊敬の眼差しで見られているのにわざわざそんなことを言うのもバカみたいだ。それに確かに彼女の言う通り、このバイトを続けていられるってことは俺も多少はタフな体を持ってるってことなのかもしれない。見た感じよりってのがちょっと引っかかったけど。あ、ごめんなさい、そろそろ行かなきゃ。それじゃあまた今度ね。さ、俺も仕事に戻ろう。おほん、他の会話のイベントのレベルが足りとらんのよね。他でやるべきだったんかな。でも今更他の子の会話ルート行ってもしゃあないからな。なんか違うしな。でも多分それで好感度が上がる選択肢も出てくるだろうから本当はやるべきだったんだろうな。でもこっからはもうルート入るから大丈夫だろう。どうかな。おや？あ、部屋に入った途端クラクラしてきた。あー、これあれか。そうやった、このイベントがあるんやった。
急にこいつ過労で倒れるんすよ。すよって誰に話したんや。こいつ急に過労で倒れて、で、潰れるんよ。で、お見舞いイベントってのがあって、その時好感度稼いどる女の子たちがお見舞いに来るっていうイベントがあってさ、それだ。ははは。だらしないな、俺。ずっと家におったはずなのに。部屋に入るなに倒れちゃった。どうにかベッドにはたどり着いたけど、ちょっと辛いかもしれない。とりあえず、今夜一晩休んで。明日に回復するか、だな。寝よう。朝だ。ダメだ。全然回復した感じがしない。今日は休もう。おや？電話？こんな時に誰だろう？はい、藤井ですけど。あれ？夜分遅くに失礼いたします。私、森川と申しますけど。何？ああ、ゆうき、どうしたの？やっぱり、東也くん？どうしたのって。いや、お前にお見舞い来られると困るんだよな。電話の向こうで、ゆきが何やら戸惑ってる。なんだか、すごく元気ない声なんだもの。え？ああ。過労で倒れたなんて言えないよな。ゆきに心配かけちゃうのもそうだけど、何よりもかっこ悪い。まさか、寝込んでる？鋭い。もう、トーヤくん、無理しちゃダメだよって、私。うん。ユキをごまかすの、ちょっと無理みたいだ。大丈夫なの、トーヤくん。熱とか出したりしてない？大丈夫だって。本当に気をつけて。トーヤくん、時々すごく無茶するから。うん。別にそんな無茶したわけじゃないんだけど。どっちにしても、ユキに余計な心配かけちゃったみたいだな。そんな、俺のことなんか心配しなくても大丈夫だって。これくらいどうってことないんだから。ダメだよ。もっと気をつけなきゃ。トーヤくんが倒れても、私、何もしてあげられないんだから。ユキ？だけど悲しそうにユキは沈黙してる。ユキ、俺、そんな、うん、大丈夫だってば。大丈夫だけど、でも気をつけることにするよ。うん。静かにユキがうなずいてくれた。ごめんね、何もしてあげられないのに、こんな時に電話しちゃって。ただトーヤくんとお話ししたいなって思っただけだったんだけど。そう、うん、よかったよ。俺、ユキの声聞けて元気出てきた。電話の向こうでユキが少し笑った。うん。でも無理しないこと。ゆっくり休んでね。わかってる。じゃあ、あんまり長電話も悪いから、おやすみなさい。うん、おやすみ。そして電話は切れた。うん。今日はゆっくり休もう。すごいな。どんどん出てくるな。はい、藤井です。俺もちょっと喋りすぎて喉痛いんだよな。夜分遅くに大変申し訳ございません。藤井東也様のお宅でございますか？ええ、俺、僕ですけど。お休みだったでしょうか？ああ、いえ。この綺麗な声は。リナちゃん？ごめんなさい、こんな時間に。大丈夫なの？え、大丈夫って？今日、ユキに聞いたの。トーヤくんが倒れたって。ああ、まあ。恥ずかしいな。ユキ、何もそんな、人に言わなくたって。ユキ、言っていたわよ。トーヤくんって、時々すごく無理をするから心配だって。そうかな。そんなことまで。ああ、もう、
ユキはもう。トウヤ君見ていて、私もそんな感じはしていたけれど。そう?でも、本当に体に負担のかかるような無理だけはやめてね。うん。すごく優しい口調だけど、なんかこう、すごく年上の人に言われてるみたいだ。本当だったら、直接にお見舞いに行きたいところなんだけれど。うん。とにかく、あんまりユキに心配をかけるようなことをしちゃダメだからね。わかった。リナちゃん、優しいんだね。そうかしら。電話の向こうで彼女は控えめに笑う。とにかく、ゆっくり休んで、早く回復させること。音楽を聴いたり、本を読んだりなんかしちゃダメよ。うん、わかった。俺、そんな療養なんてしないから。いけない。長くなっちゃ辛いわよね。じゃあ、私もそろそろお仕事に戻らなくちゃいけないから。え、仕事中だったの?しかし、リナちゃんは答えないで、ただちょっと笑っただけだった。それじゃあ、お大事に。そして、電話は切れた。あのリナちゃんが仕事中にお見舞いの電話をくれるなんて。なんかもう、俺、それだけで元気になりそうだよ。ユキとは違うな。あ、朝だ。昨日の電話のせいかな。なんだかすごく体の調子が良くなってる。ユキとリナちゃんに感謝しなきゃいけないな。お見舞いには来んのや。あ、来た。リナのお見舞い。なるほど、電話か。実際に来るあれではなかったんか。あぶねあぶね。好感度とかも足りとるっぽいから、もうこのまま走り切ろう。ゴーゴー。いけ、ゴーゴー。会話イベントで好感度上げたいな。雪が赤く光り続けとるな。怖すぎるやろ。音楽祭の前に会っときたいっていう気持ちはきっとあるからさ。わんわ赤く輝いとるな、雪。こうえ。一回でも行ったら多分引っ張られるよな、この感じで言うと。いけ、レッツゴー。どん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 。ゴーゴーゴー。どこまで行くんかな?二人とも忙しいから会える機会って少ないはずだから。どこまで行くんやろ。このまま2月になだれ込むってことないよね。怖いんだけど、不安になってきた。なんかイベントあるやろ。レッツゴー、レッツゴー。あ、来た。赤イベント。それ。今日はエコーズでアルバイト。いらっしゃいませ。トウヤくん、やっぱりここにいた。あ、ユキ。俺を見つけたユキは人懐っこくこっちに近づいてきた。仕事中のユキにしか会ってない最近、たまに見るこんな彼女がなんだか愛おしい。ここに来るとトウヤくんとお話できるからね。何言ってるんだよ。ラブストーリーの王道みたいなセリフに俺の方まで恥ずかしくなってしまう。ほら、とにかく座りなよ。疲れてるんだろ?ううん、大丈夫だよ。私全然。大丈夫でも座りなさいよ。いいから。あれ?あ?いきなり後ろから聞こえた声に驚くユキ。あなた、喫茶店でいつも立ってコーヒーを飲むわけ?実はこの二人が一気に返したのってこれが初めてだったりするんだよな。あ、リナちゃん。もう自分だけ早々とトウヤくんのところに行っちゃうんだから。あ、一緒に来たんだ。呆れたみたいな、それでいておどけるみたいな口調の彼女。そんなんじゃなくてさ。同時に照れる俺とユキ。いいから早く座りなさいよね、ユキ。うん。完璧にリナちゃんは呆れ、完璧にユキは照れまくってる。
またみっともないところを見せちゃったな。今日は二人一緒なんだね。カウンター席に腰を下ろす二人に俺は話しかける。うん、弥生さんも一緒なんだけど、遅いね。何してるんだろう。そうね、ユキ、あなた何か車の中に忘れ物でもしたんじゃないの？あ、そうかも。いきなり席を立つユキ。ごめんなさい、ちょっと見てくる。そしてユキは店の外に駆け出してってしまった。弥生さんは多分あれやろな、車を置きに行ったんやろな。ちょっと待ちなさいよ。え、ああ、行っちゃった。忘れ物って何を忘れるつもりなのよ。手荷物なんて初めから持ってきていないのに。スマホとかの文化じゃねえしな。ユキってどうやくんも大変ね。これで必然的に一対一になったわけか。まあいつものことだし、俺は困って笑うしかできない。ユキは毎回そうかもしれないけど、俺だってユキのことを考えない時があるし、特にリナちゃんの前だと多いみたいな気がする。デッキのせいかな。いやいや。優しい彼氏？いや、別にそういうんじゃなくて。いや、だから。こうなると、ユキと一緒なんだって。要は、リナちゃんも出てこれたんだね。俺は話題を切り替える。そうね。まあ、兄さんのところにいてもよかったんだけれど、なんだか作曲の方で考え込んでいるみたいで。俺の見たことのない一面だ。作曲家なのに。最近おかしいの。あ？ピリピリしているのがわかるもの。二人だけの時なんか特に。まあそういう時もあるんじゃないのかな。俺の中での作曲家や作詞家ってそんなイメージなんだけど。繊細っていうか神経質っていうか。今までこんなことはなかったのに。あったのかもしれないけれど、私がはっきりわかるくらいになんてことはなかったもの。不意に彼女の顔が暗くなる。兄さん、全然優しくなくなっちゃった。え？え？あ、なんでもないわよ。でも大丈夫、今のところ兄さん何もしてないから。再び綺麗な笑顔に戻り、話を切り替える彼女。今のところ？もうユキのこと。ああそうか。さすがに兄さんも仕事が忙しいのと私に見張られてるのとで好き勝手できないみたいね。うん、俺はスケールの大きい兄弟喧嘩にしか見えないんだけど、本当にエイジさんユキにその何かするつもりなのかな。寂しそうに沈黙する彼女。なんて言ってあげよう。なるほどな。難しいところだよな。でもなんかエイジが最近鋭いっていうのは、多分それこそリナの新曲を見せられてから本当に勝つ気でユキの曲を作ろうとしとるからピリピリしとるっていうのと、多分そこに、リナに対するライバル心みたいなのをなんか作り出して、それに対抗するためにちょっと強く入り込むというか、入り込んで冷たくなっとるっていうのが多分あるだろうさ。その中でな。でもさ、なんて言うんだろう、リナちゃん的にはさ、なんかあったらダメだと分かっとっても、なんかありさえすればトウヤはフリーになるからさ、それをちょっと望んどるっていう、この悲しい四角関係があるよね。三角じゃないよ、四角だよ。複雑な四角関係、みんなが三角、なんか感情の三角というかさ、どっちにも転べるような、難しいとこだよな。エイジもそれが分かっとるからさ、どうすんだよ少年みたいな、青年が、いつか決める時が来るぞみたいなことをさ、言うとるし、難しいよね。でもまあここは不安を煽ってもしゃあないから、考えすぎだよっていうことでいきましょうか。考えすぎじゃないかな、リナちゃんの。え？リナちゃんはハッとして顔を上げる。
だってさ、もしエイジさんがユキのこと、その好きになったからって自分のスタジオに連れ込んでなんて、そんな人じゃないと思うんだ。のんきなものね。うん、そうかもしれないけど、俺はユキがそんなに頼りなくないって信じてるし、何よりも信じたいし、何かを疑い出したらどこまでも疑えて、最後には最悪の結末以外は許せなくなってしまいそうで、俺はただそれだけが怖い。自分の恐怖が先に来るんだな。でもエイジさんはそんな人じゃない。わかるの？らしくなく、リナちゃんまでもつぶやく。わからないけど、でもそんな感じするし。うん、優しいのね、トウヤ君。ユキにだけじゃなくて、私たちにも。いいの？え、何が？最後のいいのは何について？でも私、まだ兄さんのこと信じていないけれど、もう少し冷静なところからも考えてみるわね。トウヤ君がユキのことすごく優しく冷静に見ているみたいに。うん、俺は別にユキに特別に優しくも冷静でもないつもりだけど、冷酷ではあるよな。もう少しエイジさんを信じてあげてもいいんじゃないかな。自分のお兄さんなんだし。それにほら、エイジさん、週刊誌とかで女性問題騒がれたことないじゃない。あんなのに捕まるのなんて不器用な人間ばかりよ。言うね。そうかな。だってほら、今みたいに私とトウヤ君向き合って内緒のお話していても、誰も何も言わないでしょ。ああ、うん。俺を見る彼女の瞳はひどく澄んでいた。多分ここで手を握ってもキスしても誰も。リナちゃん、冗談だよね。やっぱさ、このなんて言うんだろう、ほら、言動としてはさ、心では分かっていても、うん、一応さ、表向きのね、立ち位置があるからね。ほら、あの1月2日の、仕事、リナの方の仕事に入ったトウヤに対してさ、うん、今は今のことを頑張ろうって、今日は今日のことを頑張ろうって言ってね、その過去を思い出さずにっていうことを言っとったのに、やっぱり、うん、年相応の男の子であり女の子なわけだから、言っても切れないというか、うん、忘れたくても忘れられないというか、未練、これを未練と言ってもいいのかしら、違うんだけどな。でも、うん、うん、あのリナちゃんが俺にこんなことを本気で言ってるわけないんだから。真面目な顔をしてこんなこと言って、そして我慢できなくなって吹き出して、いつもみたいに上品に笑ってくれるんだ。そうしたら俺も笑う、困ったみたいに、でも明るく。トップアイドルの尾形里奈ちゃんの気まぐれな冗談にちょっとだけ騙されちゃったよ、なんて、すごくすごく上品に。だけど里奈ちゃんはいつまで経っても笑ってくれない。代わりに彼女の手が俺の方に伸びる。と、その瞬間、店のドアが開いた。リナちゃん、あら、ユキ。今の、聞かれてた？いや、そうじゃないみたいだ。そうじゃないみたいだけど、ユキ、さっきの元気がない。どうかしたの？もう、帰るって。え？あ？こんばんは、勤労青年。エイジさん？後ろから弥生さんも現れて、俺に無言のまま頭を下げて挨拶をした。今夜もご苦労様だ。俺をチラリと見た、じゃ、彼はチラリと俺の方を見たかと思うと、すぐにそばにいるリナちゃんに目を向ける。すまないな、リナ。
今すぐ戻ってくれ。急にどういうこと？どうもこうもないさ、帰るんだ。ポン、そういうなりエイジさんはリナちゃんに近づき、彼女の腕を掴んだ。ちょっと待ってくださいよエイジさん。ん？どうした？よくわかりませんけど、ユキもリナちゃんも今休憩なんじゃないんですか？よくわからないんだったら、よくわかってる人間に任せるべきじゃないか。ふん。とにかく何の説明もないまま他人の時間を勝手にいじくるなんてやめてくださいよ。トウヤ君。説明ね、ユキちゃんにはしたぞ。それとも君に説明したら、はいどうぞって彼女を俺に渡して、行ってらっしゃいお気をつけてなんて送り出してくれるわけ？面倒そうな後ろ笑いで彼は俺を見下す。ああそんな怖い顔するなよ、ユキちゃん怯えちゃってるよ。ん、弥生さん。はい。彼はユキの髪の毛をわざとらしく撫でて後ろの弥生さんに引き渡す。めんどくさいな君も。もう少しリベラルな彼氏だと思ってたのにな。ああ、わかったってば。今この瞬間に何か溝が開いたな。ひびが入ったな。たった今、俺新しい曲の全体的な主旋律が浮かんだの。メロディーがね。だからちょっとユキちゃんの声が欲しいって思ったんだ。それやっとかないと、ハーモニー部分くっつけられる自信ないからね、俺。それにリナ、そんな勝手に俺のそば離れられたら困るんだけどな。そうは見えなかったけれど、どちらかっていうと、今作曲に忙しいから離れていてくれって言っているみたいに見えたわ。気丈そうにリナちゃんは答える。おいリナ、困ったなーって顔を俺に向ける。どうしたんだ最近、イラついてるみたいだぜ。兄さんくらいにはイラついているかもね。あーなんだなんだリナまで。要するにだ、俺今ユキちゃんが必要なわけ、森川ユキが。これでいいのか？それは俺にも向けられた言葉だった。俺はけど何か言いかけた時、再びリナちゃんが口を挟んだ。何も行かないなんて言っていないわよ。唐突すぎてユキやトウヤくんが困っているって言っているだけなの。いつもそう。大丈夫、任せてて。大丈夫だから。いつもってな、リナ。エイジさんはリナちゃんに手を伸ばす。やめて、少しは人のことも考えて。そうか、嫌だったらそれでもいい。リナ、お前の意見を尊重しよう。俺と来るのが嫌なんだったらいつまでもそこにいろ。藤井君といつまでも話してていいぞ。そしてエイジさんは俺たちに背を向ける。さあユキちゃんは一緒に行くよな。今俺に必要なのはとりあえずユキちゃんだけなんだから。リナちゃんの背中がひどく硬直するのが見て取れた。そういうことだからさ、俺たち行くぜリナ。車出すからな。いつものエイジさんじゃない本気の言葉だ。誰も行かないなんて。細かく震えながらリナちゃんは少しずつ歩き出した。これまで見たことないほどに感情的なリナちゃんだった。いい子だ。エイジさんはリナちゃんの頭をぐしゃぐしゃとかき撫でる。それでも彼女は気丈に彼の手を払いのける。わかったわかった、じゃあ急ごう。俺のインスピレーションが消えちゃう前にだ。そんないい加減なことを言いながらエイジさんは出て行ってしまった。しばらく固まったみたいにうなだれて、それからやっとカウンターに戻る。俺はただあのエイジさんって人がなんとなく怖かった。
カウンターに戻り、それから俺は何も言わなかった。店長も何も言わなかった。一人のお客さんもいなかった。ただ BGM だけが静かに静かに流れてた。いやー、なかなかクレイジーなことになってますな。ここなんだよな、結局。結局ここなんだよな。どうだろう。説明するのもやぼかもしれんけど、ちょっとわかりにくい描写かもしれんから、ちょっと話を挟むとするならば、どうせくっきりもいいからここのパートで終わろうと思っとし、ここら辺でちょっと区切りつけようと思っとるし、まあいいかな。なんて言うんだろうな、やっぱりリナちゃんに関してはエイジのことを、まあ兄ではあるんだけど年も結構離れとるし、で割とそのね、芸能界という場所で一緒におるから親みたいな状況にもなってるわけやねんか。でね、今までは自分がデビューしてからは、結構妹のことに付きっきりでプロデュースしてくれたっていうものがあったんだけど、なんていうのかな、長男に子供が生まれたみたいな、子供が生まれたってのが多分例えとしては正しいのかな。尾形栄治に第2子、森川由紀っていう新しい子供が生まれて、でその子供に親が付きっきりになるわけだから、それを見るとさ、第1子、ここで言うところのリナちゃんがその子に嫉妬するっていうのが普通にあるんだよね。普通の子供のね、世界の中で、だって今まで親は自分に対してだけ可愛いねとか、そういうことをね、投げかけてくれて、相手してくれて、四六時中ね、面倒見てくれてっていうのがあったんだけど、自分の下にね、弟だったり妹だったりって生まれた途端に、やっぱそっちの方が幼いから、お兄ちゃんだから我慢しなさいみたいなことになったりとか、そういうふうにね、弟の方に自分が今まで 100% もらっとった時間っていうのを取られとったりもするわけよ。それでかなりの嫉妬心を覚えて、なんか仲のいい兄弟はいいかもしれんけどね、ちょっとそこでひねくれちゃうっていうのがあったりもするわけさ。それに近い感情じゃないかな、今回の件っていうのは。なかなかね。それでエイジはもう全てを分かっとるからさ、状況的に盤面全部見えとって、けど自分で動かすほど、なんて言えばいいんだろうな、エイジは多分自分で動かすこともできるんだけど、相手がどう動くかわからない年下もいかん子供たちだから、多分頭のいい大人同士だったらチェスの駒を動かすかのように、エイジは多分いろいろ動かして策略をねやってさ、ユキと二人きりになって落とすことっていうのは多分可能なんだけど、その子供だから相手が、そこら辺でね、成り行きに任せるというか、まあ勝手に自滅するなら自滅するだろうしっていう感情もあるしさ。トーヤはトーヤで、ユキのことに対して、ね、心では、ね、じゃ気持ち、ね、言葉では好きって言っとるけど、心はどんどん離れていっとるし、で、リナちゃんの方を自然とかばっちゃうっていうのもあるし、ユキはユキで自分からいけないっていう性格もあるし、それでいて、やっぱり、トーヤのね、リナに対する態度っていうのも、ちょっと、って思っちゃう部分も出てくるだろうし、この四角関係っていうのが、なかなかにこれから濃くなっていくからね。はい、そんな感じで次回、こっから、1月末、2月にまで行くのかしら、あとパート2本くらいで終わるかな、この感じで言うと、前回2本って言ったけど、多分、2本3本30分とかで区切るんだったらね、そんくらいになるのかしら。ではまた次回よろしくお願いします。ということで、お疲れちゃん。